花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。行動するのだ。ここに留まっているわけにはいかない。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。